ジティブなものを見せたいですし、なんかみんながその簡単にライトな感覚でいいねって見れるようなものがやっぱ目指しているものですね。かしこと申します。フィクションというクリエイティブスタジオをこの前立ち上げて、アートディレクターとグラフィックアーティストをやっております。お願いします。活発で絵がやっぱり好きで、絵とか描いてなんか見せたり、ちょっと痛い感じに人に見せたりしてましたね。キテレツのパロディ漫画を描いて、レキテツくんっていうんですけど、あれですね、放送コードがかかるようなやつとか描いてましたね暗くこう描いてたっていうよりかは、なんか多分アホだったんで、もう描いて見てみたいな自信満々で見せてたと思いますね。女の子に対しては僕は全然喋れないんで、会う回数多いですけど、未だにこんな感じになりますよ、ね、緊張します基本は、例えばお仕事だったらどうやったら可愛くなるかなとか、こういうのを提案できたらなとか思って、ここから楽しくいく真面目すぎる。コーヒーですね。眠くなるというか、ずっとね机に向かっているんで、1日結構もう20杯ぐらい飲んでますね。なんか電池切れるぐらいのところが一番調子よくて、逆に寝起きって全然何もできない自分がワクワクすることと、やっぱ見たことないものをやりたいなと思うんですけど、ポジティブなものを見せたいですし、なんかみんながその簡単にライトな感覚でいいねって見れるようなものがやっぱ目指しているものですね。女性のなんかブランドのデザインとかをやってた時期があって、結構5年ぐらい働いてたんですけど、僕は今まですごいダークサイドだったと思うんですよ。線画でガーッと描き尽くすような、そこからポップなところに入って、強制されたというか、全く180度違う世界に入って、いろいろなんかその試行錯誤していくうちに、なんか少しずつヒントみたいなのがあって、ただ見せ方がもう少しこうやったら見やすくなるんじゃないかなとか、なんか分かりやすく伝えるための手段というか、だけど中身に関しては昔とは変わってないと思います。グラフィックガール誰にも見せないって最初作ってたんですけど、せーの、勝手に遊びだったんですよ。いたずらというか、それ一回作りためたものを友人に見せたら、絶対やんないよみたいな。本当したら、なんかちゃんと作ってたものが評価されるんだなっていうのが、やっぱりびっくりしましたし、素直に共感を得てくれて嬉しい。キャラがすごい最高でした。可愛いのが撮れたらちょっと楽しみにしてください。次は、もう数年前から言ってるんですけど、グラフィックボーイをやりたいですね。もうちょっとなんかいろんな作れるものとか関われる場所が、ちょっと少しずつ広がっていったので、全部同じトーンで、無理のないトーンでやりたいなというのはあります。写真に対して違和感みたいなイラスト、本当にこんなの、こんな世界にないものじゃないですか。ファンタジーっていうか、こうあったらいいなっていうものとかを載せたりしてるんで、無理やりこの世界観をこうなったらいいなって言ってるような感じですかね。僕自身やっぱ作っていて楽しいものを作りたくて、でそれを見て楽しいねってやっぱ言ってもらえる、いいねとか言ってもらいたいし、なのでそのためにいろんなことをやりたいんですよね。もっともっと最新的に自分もワクワクしてたい。大丈夫です。以上でありがとうございました。